今日のコメント、めっちゃ久々に来れた。僕のこと覚えてますか？またこれから見ますね。久しぶり見てくれてありがとう。久々だとかなり動画上がってると思うから、過去動画たくさん見てくれると嬉しいです。どうもハルカットです。皆さんリポケア見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回はあんなポケモンにとある伏線があったという件について話していきたいと思います。では関係ないけど、夏終わっちゃったね。そうだね、次の楽しみはハロウィンだ。切り替え早くない？というわけで、ことの最後まで聞いててください。あんなポケモンはとあるキャラの伏線かもしれない。今放送されているアニポケ新シリーズは、主人公がリコとロイで、二人はライジングボルテッカーという組織の仲間に加わり旅に出ています。そんなリコとロイは現在リモートで授業を受けながら旅をしていて、学校の友達ともリモートで話したりしているんですが、先日の回ではリコの授業の後にアンとお話ししていましたね。そこでアンは学校のレポートの話と現状報告として2体目のポケモンサンドをリコに見せたんですが、アンがサンドをゲットしているというのがちょっと僕は気になりました。以前からアンは黒幕説があって、その理由としてはリコが初めてペンダントを見せたのがアンで、その後すぐにエクスプローラーズが現れたことが挙げられます。そのせいでエクスプローラーズの幹部の影が出た時にはこれはアンではないかと噂されていました。結果的にエクスプローラーズのあの影はアンではなくサンゴだったことが判明したんですが、サンゴは顔が猫っぽくてなんとなくアンに似ていることから、この二人には何かしらの関係があるのではないかと現在話題になっています。そんな中でアンがサンドをゲットしましたよね。サンドとサンゴって名前似てません？なんかちょっと僕はアンがサンドをゲットしたのを見て公式的にサンゴを匂わせているのかなと思ってしまいました。だってそう思いませんか？ただでさえこのアンちゃんとサンゴは何かしらあるんじゃないかって疑惑がある中で、わざわざ1000以上いるポケモンの中で名前がここまで似ているポケモンをアンちゃんの2体目に持ってくるってわざとしか思えないですよね。まあアンもサンドもサンゴも全然関係ない可能性は高いんですが、アンが今のところいい子すぎてあくまで可能性という話ですが、さすがにこれは裏があるのではないかと疑っています。ああいう優しくていいキャラってアニメだと途中から裏切ってくるキャラが多いんですよね。しかもアンは定期的に登場しているので、ただの学校の同級生ではないんじゃないかと思いました。みんなはこれについてどう思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とまあこんな感じでアンのポケモンにとある伏線があったという件についてでした。ちょっとのボクスタジオの登録、シコボタンよろしくお願いします。では次の上、せーの、グッディー。